半間洋先生です。YouTube のテレビを見てね、たくさん気がついたことがありました。電気製品で取り扱いとか説明とかするには免許が必要ですね。で、しょっちゅうやってる人はね、電気製品なんか買って使い方を説明したりとかね、するにはしょっちゅうしている人で、まあ大学の電気科とかですね、いろんな部門がありますから、ちゃんと国家試験も持ってない人は違法になります。で、またね、しょっちゅうそういうふうな電化製品なんか関係とかパソコンとかですね、説明機材をね、そういった専門のね免許を持ってても、表明してない場合ね、もう違反になります。私は電気科を卒業してまして、大学の先生の資格まで持ってます。博士まで、名誉博士まで先生することの免許は持ってますね。で、それからね、食い物で作って YouTube でね、家庭でもしょっちゅう作り方を見せてる人、食べるだけだったらいい、作ってるとこ見せないで食べるだけ、自分で作ってね食べるだけはだったらいいんですよ。で、作り方まで見せてる場合は免許は必要です。調理師の免許は必要ですね。それ持ってないでしょっちゅうね、YouTube でテレビで作り方なんかを見せながらね、放送することは違反ですね。一般的なことなんですね。誰もが決めてるっていうわけじゃないんだけども、自然にできてることなんで、これは守んないといけないですね。で、私なんかは投資やってますけども、ファイナリーオプションで日本一から世界一なんてスペシャリスト社になってます。だから先生の資格持ってるんですね。それから大学の先生の資格も持ってますしね、いろいろなね試験、またパソコンの発明者でもありますしね、たくさんあるんですよ。それでまた本家でもあるんでね、歴史の博士でもあるわけですね。で、いろんな先生、学校は卒業してませんけどね、スペシャリスト社になったようなと同じですね。日本一から世界一になったとね、そういう知識を持ってですね、それからまあたくさんありますね。あと人間じゃないという、人間のような生物であるということですね。だから、ただ人間は人間の学問か上も持ってても認めませんから、強制してね、上の生物で力かけてね、言うなれば人間は許可しませんから、上の生物とかね。で、知識あるんで話してるんですけど、上なんでね、もっとね、そういう違いはありますけどね、私の方は違法ではないですね。生物の違いからですね、上の生物であるということですね。あと他にはですね、たくさん気がつきますね。人間たちは動かさないと効かないんですよ。頭悪いんで、聞いたりね、喋ったりすることっていうのは700年後に分かるような感じでしか分かんないんですね。すぐには分かんないんですね。で、自然に動くには直接今話したことって聞いたって700年後に分かるんですね。もしね、教えてってあげた場合はですね、そうなんで、分かんないでとにかく動きますから、とにかく単独ではもう全然無能ですね、人間はね、まだ知識が。だから上の管理の生物とかね、つながりでね、上の知能の生物に
うまく動いて正しく動くかですよね。それが一番重要しまして、その部分もだいぶ間違えてるんで、人間の上の指導者がね、頭いいんだけど人間よりかで、私が そこのところね追求してるんだけど、なかなか言うこと聞かないですね。人間を管理してる上の生物がなかなか頭のいいね、人間よりか頭いいんですけど、うまく動かせてないということですね。で、聞いているけれども、自分の都合、人間だけ都合が悪いともう変えちゃうんで、その話聞いちゃダメなんですね。人間の話、上から管理されてる、ちゃんと話しててもね、根本的に人間たち都合悪くなっちゃったりすると、すぐ変えるんで全く意味ないんですよ、ね、上の生物、その上の生物も僕は管理しないといけないんだけど、言うこと聞かないんですね。人間か上の生物なんだけどね、だからね、非常にいいような動くような感じでいるんですよ。人間がちゃんと従ってね、人間よりか上の生物 その管理者違うんですよ、ね、それは間違いで、裁判官もそうなんだけど、人間の裁判官もそうなんだけど、上の生物でね、指導してもらってるんだけど、いざって聞かないからやっちゃいけないことなんですね。そういうふうにできなければ、もう誰もやらされなくてもちゃんと私やれますからというね、地球上もね、必要ないんですね、それはね。で、効率よくいかないといけないし、現在誰もいないんですね、知能者は。私以外いないんですよ、ここら辺で今。で、できるだろうということで、もう他の部門に能力者で正しい